プログラミングしてるってことがすごい天才みたいなことを言ってくるけど、簡単にできるし楽しかったです。学校の友達は機械学習でどんな問題も解けると思っています。私はプログラミングは積み木みたいなものだと思っています。トントコです。メムメブです。リュウカです。鳥取県出身の14歳です。岐阜県の11歳です。沖縄の11歳です。お父さんと漫画ミュージアムに行っている時に流れていた音楽が私の本の雰囲気と合っていないことに気づきました。場面に合った音楽が流れるようにしたら楽しいんじゃないのかなって思いました。僕のおばあちゃんがおじいちゃんの飲み過ぎが心配だと言っていました。機械学習で解決できないかなと思いました。ヤンバルクイナは沖縄で有名な飛べない鳥です。天然記念物なのに交通事故で亡くなることが多いと学校で知りました。ロボットと機械学習を両方使って飲み物からアルコール量を計算するシステムを作りました。おじいちゃんがお酒を飲みすぎると水を進めます。絵本に4つの付箋を貼ってカメラが認識したら音楽が変わっていきます。ワクワク、恋をしてる、幸せ、悲しい。ボイスレコーダーをいろんなところに置いといて、ヤンバルクイナの鳴き声を集めてティーチャブルマシーンで学習させました。ヤンバルクイナの鳴き声が聞こえたら赤く全部光って運転手が気づきます。僕は関ヶ原という有名な戦いが行われたところに住んでいます。なぜかここに来ると落ち着きます。僕は喋るのが得意ではないけど、プログラミングを使えば自分のアイデアが伝えられます。 AI は学習をさせていって一緒にプログラムを作っていくっていう感じがしました。一つのチームになっているというふうに感じます。私の目標は沖縄を住みやすくすることです。人間だけでなく動物のためにも。どんな問題でも解決できるスキルを身につけたいです。コンピューターサイエンスを勉強することが一番いいと私は思います。